神戸の人や。はい、分岐です。この右に行くのが、松尾寺だと思います。そうですね。はい、ここから登山道です。ちょっと道が違ってたみたいです。あちらの階段の方が正規のルートっぽいです。ちょっとあっち行ってみます。はい、こちらの、階段を登っていきます。結構急ですね。はい、松尾寺まだまっすぐです。はい、ここから、車道を離れて、こちらの、登山道、まあ、林道かな、こっちに入ってきます。
はい、分岐です。ここは、左のようですね。はい、あと 300m です。はい、分岐です。これまっすぐ行ったら確か、松尾寺なんですけども、先に松尾山の山頂行きます。はい、こっち行きます。はい、松尾山は、これ登ったところのはずです。この坂が前に登った時も結構しんどかったです。はい、やっぱしこの坂結構行ききりますね。あ、はい、はい、松尾山315m到着です。はい、はい、ここはちょっと展望台ですね。はい、松尾寺の方に向かいます。はい、ここが八田丘陵の、分岐ですね。これを右に行くと松尾寺です。はい、そうですね、松尾寺、あと 400m こっちに行きます。
権利を生産するとか、するか、そんな。はい、松尾山、神社にちょっと行ってみます。はい、松尾山からここから降りてきました。展望台はここちょっとまっすぐです。10分15分で着くはずです。はい、展望台、到着しました。ここの景色は確か結構良かったです。はい、ここで休憩します。よいしょ。
はい、分岐です、このまままっすぐ行ってもいいんですけども、こちら、近鉄の東山駅の方に向かって帰ろうと思うんで、こっち行きます。はい、東山三角亭と書いてますね。ちょっと見ていきましょうか。これですね、この、石仏でいいんでしょうか。はい、到着です。特に景色はないですね。休憩所って書いてますね。ご自由にお使いください。こちらですね、ご使用についてこんな感じですね。ああ、すごい。はい。まあ、休憩せずに行きます。はい、だいぶ降りてきました。少ない少ない少ない。